はい、どうもこんにちは、こんばんは、まっちゃんです。今回はエンディングの回収をしていこうかなというふうに思います。でエンディング全部で7つあるんですけど、この実況今の実況では片隅の記憶ってやつと一人ぼっちのイブってやつは回収してるので、あと残りのエンディングですね、5つエンディング回収していこうかなというふうに思います。でこの分岐がまあ、ギャリーとメアリーの好感度であったり、ギャリーの死亡する時のエンディングとか変わってくるみたいなので、それぞれちょっとやっていこうかなっていうふうに思います。じゃあ早速やっていこうかな。じゃあまずギャリーの好感度をあまり上げなくて、メアリーの好感度ちょっと上げていくやつしていこうかな。でここだ、もう2569やかな。もう結構覚えてきとうからな、何回もしとったら実況見たり、あの編集の時とかも見とうから結構覚えとう思うやし、もう何回も見とうからもうビビることはないやろあ、そうや、あれしてへんかったな。一応時の晩に花びら一枚あげとこか。で美術品を結構壊していく必要があるから、壊していきましょうかね。でここでギャーってなって蹴るから壊してもらおう。あらあら、ギャリーさんやっちまったね。ふん、ただのマネキンじゃない、さっさと行きましょう。イブで、なんかあるんか。大きな鏡がある、なんもないな。で隣入ると血だらけの首が。イブ、もうここに新しい情報なさそうだ、外出ましょうって言って、なんか見てもったみたいな。で壊した方がいるから、見かけた方は直ちにご連絡ください。で剥がすとギャリーを首を吊って死ぬ、怖っこの世界ちょっとセーブしながら行こうかな。であとはここら辺追いかけっこしたと思うんやけど、その時にどんどん壊していこうか。でここを追いかけっこをすると思うんやけど、ここでどけるかどけ、壊すか壊さへんかのやつあるんやけど、ここ壊しそう。どきなさい言うで。オッケー、さあ急いで。いやー、危ない。ナイス、約束の時間で時の番に止めて、でここもこうルートすると、ここは無個性が邪魔しに来るから、どきなさい言うで。で壊してもらう、どんどん壊してもらおうか。ふう、オッケー。これで結構ギャリーの産地がちょっと上がってった感じやな。さあ、じゃあメアリーと合流したんで、今からメアリーとの好感度をめっちゃくちゃ上げまくるで、逆にイブとの好感度を爆下げしていくっていうな。はい、じゃあちょっとここまでやってきました。ここまでで一応ギャリーとの好感度を上げずにメアリーの好感度爆上げしてきたんですけど、ここで最後、最後というかここで鍵を探すイベントあると思うんやけど、ここのイベントをわざとクリアせずに失敗するっていうのが絶対条件って感じみたいなので、ここ失敗しようかなっていうふうに思います。いやー、ここ何回見ても気持ち悪いよなこいつ。気持ち悪い。真正面から最前列でちょっと見ていくっていうな。
かぶっとるかぶっとる。怖い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 。で、ここで失敗するっていうのが大事やねんな。じゃあ失敗したんで、じゃあギャリーのところに会いに行きましょうか。で、の、ふふふ。ああ、うん、時々ね、そうそう。誰か喋ってない？どないしたん？ほんと、まれによ、今はちょうど切らしちゃってて。そう、結構好きなの。でも、なかなか時間がね。扉の向こう、ギャリーの声がする。入ろう。ギャリー？ふふ。でも、あなたってほんと面白いわよね。悩みとかいろいろ何でも話せちゃいそうだわ。あー、おかしくなって思ったんやな、これ精神的に。おい、ギャリー、それは初耳だわ。もっと詳しく聞かせてよ。うんうん、誰にも言わないから。秘密にしてるわ、絶対に。信じられない。本当なのそれ？だとしたら最低ね。女の子になんてことすんの。ダメよ、そういう時はガツンと言ってやらなきゃ。おかしくなって思ったよな、ギャリー。逃げちゃダメだって分かってるけど、なかなかうまくいかないのよね。どうしてかしら。はあ、そうね、それもいいかもね。何も考えなくてもいいし、嫌なこと全部忘れられるしね。はあ、そういう、あ、そうそう、それと一緒よ。一人で喋り続けている。これ本当にギャリーなの？なんか変になっちゃってるよ。もしかして偽物じゃない？本物だったらこんなところにいるはずないしね。し、ねえ、イブ？あ、イブ寄り添うのか。ここで、ギャリーっていうのを選択するみたいやからな。ギャリー、あら、あんた迷子になったの？お友達探しているのね。ここにいる子たちみんなあんたと同じな、なの。もちろん私も。だからあんたもパパとママが迎えに来るまでお話ししながら待っていましょうよ。イブ先に行ってようよ。このギャリー全然イブの話聞いてないもん。出口を探そう。ギャリーは大人だからきっと後から来るよね。だから早く階段に。ここいつ悪いな。イブ、ねえねえ、どうしたの。座ってないで行こう。きっとあと少しで出口があるよ。私も頑張るから一緒にここを出ようよ。ねえイブ、ほら立って。イブ、私一人で行っちゃうよ。いいの？イブのバカ、せっかく外に出られるかもしれないのに。なんかメイのバカみたいな感じだな。本当に私だけで行っちゃうからね。行っちゃうんか。あ、持ってくるんか。やっぱ気にな、好感度上げるとあれか、気になっちゃうんやな、やっぱり。イブ、私たち友達だよね。私外に出るのがずっと夢だったけど、イブを置いていくの嫌だ。一緒に出るってさっき約束したもん。友達は大事にしなきゃダメって本に書いてあったから。私イブを置いていくのやめる。ギャリーはどうしたい？あなたも一緒にいる？ん？ここは何をする場所なの？ここはね、かくれんぼとか追いかけとかずっとみんなで遊ぶ場所。わあ素敵。私も仲間に入りたい。本当は大人はダメだけど、ギャリーならいいよ。は、嬉しい。ふ、友達2人もできちゃった。歓迎会しなきゃ。みんな集まったかな？おお、全員集まったな。花、ギャリーの花はちぎられようし。すごい場所やな。それじゃあ紹介するよ。私の新しい友達のイブとギャリーでーす。みんな仲良くしてね。あ、そういえば、これもうギャリーいたらやっぱりこんなもの持ってる。
美術館は危ない場所、危ないものは禁止だよ。だからこれはぼうちゃん没収。そうそう、没収。あ、口のあれ、告げ口か。はい、あげる。はい、やお前出てくる。さっきまでゆっくり出てきたやん。これでよし。イブ、ギャリー、これからいっぱい遊ぼうね。永遠に。怖っ。ようこそゲルテナの世界へ。っていうエンディングやな。メアリーの好感度をがっつり上げるとってこんな感じに持ってくるってこと で逆にメアリーとの好感度をあまり上げへんかったらどうなるかって感じやな。はい、じゃあメアリーとギャリーの好感度爆下げでここまで来たんで、もう一回ギャリーにはおかしくなってもらおうかな、失敗して。でここら辺は同じやな、さっきと。おいギャリー、しっかりしろ。一人で喋り続けている、偽物じゃんじゃない。さあギャリーで迷子になったのっておかしくなったもとやな。で先に出口探そうって言うけど、イブはギャリーと一緒にいたいもんな。ね、どうした、座ってないで行こうよ、私も頑張るから。ねえイブ、ほら立って。イブ一人で行っちゃうよ、イブのバカ。で私だけ行っちゃうよ言うて、でこうなるんやな。さっきのやつはメアリーの好感度はめっちゃ爆上がりやったから助けに戻ったけど、好感度も上がってへんからあれやな、つまんないな、せっかく友達になったのに。まあ いや一人で行こうと、イブなんて知らないって感じになったやな。さあこっからどういう風に移動するんや。けどもうどこも行く場所ないもんな、こっから言うたら。こうぐらい、一人じゃ動かせへんやな、無個性やな、頭がない、先ほどある。ちょっとどいてよ、下に行くんだから。すげえな、ちゃんと通じるんやな。バイバイ。あ、ここまでつながる、もう一気に飛ばされるんやな。あとちょっとだ、あとちょっと私。え、これでええな、メアリーの操作。おう、なになになに、どこに行くの、カエル。すごいな、メアリー操作楽しいな。ここら辺は何も変わりはなしか。それじゃあこのまま脱出してみようか。おお、なになになに、そっちはダメだよ。メア、あれって誰が言うたよな、ゲルテナ。なになに、戻っておいで。さあ帰ろうか、ここら辺は何もないのね。着いた、この絵だ。さあここから出れる、やっと外に行けるんだ。お菓子いっぱい食べよう、いろんなとこに行こう、友達もたくさん作ろうと。メアリーが外でどうなるんやろな、絵の世界だ。まあメアリーは絵やから絵の世界動けると思うけど、外では動けるんや。はてな、私出れたよね、ここは外なんだよね。
やったー。絵が違う。今日誰もおらへんけどな。3階はスペース、あの休憩スペースになってますやけど、え、誰もおらへんのな、不気味。あ、ここ赤から黄色になっとる。精神なんちゃら。このバラもな、若干絵っぽい。やからこの世界はまだ絵の中なんかな。そういうわけでもない。いや、よくわからんな。あ、扉がある。あそこはすぐに出られるのかな。出てみようか。あれ、開かない。ここが出口だよね。どうしよう、早く外に行きたいのに。あらあら、電気暗くなった。もだなんかある。あ、赤くなっとる。もう戻れない、どこにも行けない。え、怖っ。あうんのどっちだっけ。あーやったっけ、うーやったっけ。あー、ここも赤くなっとるし、誰として。お前の心は作り物。わ、枯れとるし。作品は外に出ないようお願いいたします。なになに、また寂しいよ、戻っておいで、みんな君を待ってるから。じゃあ戻ったら何かあるんか。てん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 。あれ、ここも、これ私。あ、イブやん。あ、イブじゃない。メアリーやん。エバリー、メアリーが倒れとる。うぃー、もう赤くなっとるし。なんかだんだん暗くなってない。かわいさ、メアリー、ちょっと一人でさまようんだよね。誰かいないの、念のために。そやな、刀持って。もう手遅れ、手遅れじゃない。おいでよメアリー、暗闇の中に。いやいやな、怖いなこれ。ここは絵の世界でもないってこと。怖いよ、誰か助けて。怖えよ。暗すぎるし、見えねえし、これはやべえよ。真っ暗や、何も見えへん。やだやだ、何これ、何も見えない。なんでなんでこうなるの。外はもっと明るくて楽しくて、人だっていっぱいいるはずなのに、なんで私しかいないのよ。何しようとこれは。うー、イブ会いたいよ、寂しいよ。あ、メアリーの足音ってことか。怖いよ、助けて。ギャリー、うわー、誰か、お父さん。ある絵画の末路、悲しいな。やっと出れたっていうのに。いやー、なんやろな、さっきの絵から出たような感じはするけど、実はまだ絵の中におったみたいな、別世界のパラレルワールドというか、どういうことなよな、あれは。まあ、これがもう一つのあれやな、エンディング。もう一つというか、たくさんある中の一つで、一番最初に見た、一番最初とか先やな、一個前で見たようこそゲーテレの世界、ある絵画の末路が似たような感じで、両方二人との、メアリーとギャリーの好感度が両方とも上がってなかったら、さっきのある絵画の末路になって、逆にあのメアリーの好感度が爆上がりしとったら戻ってきて、さっき一人で出ずにやっぱり一緒にいるって言うて、で、ようこそゲルテナの世界へっていう風に形になるみたいやな。じゃあ次は二人ともの好感度とかはどうなるな。ある程度上げとかなあかんけどって感じかな。今日マックス上げとく必要、上げとった方がええんかな。上げて、そっからの
失敗、さっきのところの宝探しイベントの、失敗することによってまた変わってくるみたいやから、とりあえずギャリーの好感度を次は上げまくってしようかな。じゃあ次ちょっと物を壊しながらギャリーの方もしようかなというふうに思います。お、なんか黄色い、これメアリーのあれってことで黄色くなったのかな。すっげえ。ちょっと待って、さっき別のやつ見よう思ったんやけど、たまたまほんまに戻ってなんかあるかなー思って見に来たんやけど、ロード画面がこうなっとんよ。メアリーでイエローローズ、パレットナイフっていう風にイラストになったよな。これすげえな、ここまで凝っとんや、ゲームイブすげえわこれは。じゃあちょっと別のやつやな、イベントをやっていこうかな。イベントじゃエンディングか、攻略やっていこうか。